ったデューク選手のところ、さあ合わせてくるのか直接なのか、鈴木が直接狙ってきた、決まったか、決まった追加点、高さっていうのは求められる位置だったと思うんですけども、このちょうど左ですよね、ポストのところうまく壁を越えない。